はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リオスです。ちょっと今回は謝罪動画という形の動画です。ちょっと謝りたいことがあるので謝ります。正直ね、やっぱ悪いなと思ったら謝りたいんですよ、僕的には。で、反省して今後直していこうと。で、本当にね、あれ結構僕が思ったことがひっくり返ったことがあったんで、それを話します。まず自分で言うのなんですけど、あれ結構痩せたんですよ。見た目ちょっと変わるぐらいまで痩せてると思うんですよ。50キロぐらい痩せたんですけど、で、ちょいちょいその、ツイッターとかその、DM とかいろいろコメントとかでも、前、可愛かったみたいな、あるんですよ。その、太ってた頃ってさ、その、そういうコメントがあるんですよ。その、昔可愛かったのにって。その自分結構太ってる時、正直自分から見たら、可愛くもないし、なんていうのも気持ち、ちょっと、可愛いってことがほど遠いと思うんですよ。思ってたんですよ。その、例えば昔って、もう歩いたらみんな道開けてくれる状態。まあ、くれるって言ったら言い方なんですけど、道を開いてしまう状態だったんですよ。歩くと。で、知らん人から肝デブとか言われて、それがもう可愛いなんて僕には思えないですよ。正直言うと。けど、確かにその、表情とか笑ってる時はちょっと、あ、本当昔より可愛いなって思った時あったんですけど、可愛いって言われたらやっぱりちょっと嫌だったんですよ。昔の、リオブス可愛かったのにって言われたら、ちょっとなんか俺の半年を全否定されてるような気分、ちょっと嫌な感じがあったんですけど、その考えが一気に逆転した話があるんですね。で、今自分ダイエットやってるじゃないですか。で、他の YouTuber ちょっと参考にしてみようと思って、ダイエットで検索して見てたんですよ。ちょっとどんな感じやってるんだろうって、俺もちょっと学習したいから。で、見てたんですね。で、まず、8割方、まあ、そんなに、激変するほどは変わってないと思うんですね。僕が見た感じ、なんか、よく見ないとわからないぐらいな感じが大体多いんですけど、そこで発見しちゃったんですよ、その一つのこと。で、今一緒に見ていきますか。こうやって、ダイエットとして、こうやって検索しました。で、見てます。で、この方が好きな人は、本当申し訳ないです。ちょっと、正直な話、もうちょっと、ディスリーっていうか、ちょっと文句になってたらごめんなさい。僕は本当謝った上で言いますから。この人を見た時に体重痩せてるじゃないですか。53から40に。実際その僕思っちゃったんですよ。心の中で。思ってはいけないと思うんですけど。その、左の方が可愛く見えるんですよね。で、左の方が可愛いなと思ったんですよ。53から42キロ。二つとも顔は似ています。だけど、どっちかというと左がいいって僕は思ってしまいました。正直言うと。で、その一個下、このひもんチャンネルさんの二個目の動画も、正直で僕は右より左動画、可愛いなって思ってしまいました。で、ちょっと下見てって言ったんですよ。こうやって。チュ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 。で、こうやって下見ていくときに、どうせみんなそんな変わってないじゃん、みたいな。前からあんま痩せてもそんなわからないぐらいのあれじゃんって思ってたんですよね。そういう気持ちで見たんですよ、こうやって。下見てったら、ひなチャンネルっていう字が最初に目に入ったんですよね。このひなチャンネルって字が。で、ひなチャンネルさんをもともとしてたんですよ、僕。で、普通に可愛い系じゃないですか、一応は。まあ、可愛い系なんで、痩せてもどうせ可愛いだろうなって思ってたんですよ。ひなチャンネルさん見たときに、数字だけ見たんですよ、絵見ないで。で、ひなチャンネルさんどうせ痩せてる前も可愛いだろうっていう気持ちでパッて見たんですね。そしたら、なんとでしょう。これ見たときに、左の方が可愛く見えるんですよ、これも。で、そのときに一つの仮説が生まれました、僕の中で。僕のことをその昔が可愛いって言った人じゃないですか。やっぱり、それは、素直な意見なんですよ。その人のタイプじゃないですか。昔の僕が可愛いって言った人は昔の僕がタイプって言ったらあれですけど、その好みの人間だったらそっちがいいって思う。で、僕も今初めて聞いてたんですけど、こういうことなんですよね。本当に純粋に僕が今言った動画見てたら左が可愛いって思ってたんですよ。嘘じゃないです。もう申し訳ないですよ、ひなチャンネルさんに。で、さっきの人にも申し訳ない。だから、これは自分のそのタイプの変わりようなんだなと思いました。要は正直あんま誰が好きとかあんまないですよ。その大きい人が好きとか、痩せてる人が好きとか、細い人が好きとか、普通が好きとか、全くなかったんですよ、今まで。全然何も思わない。そういう無だったんですよ。全然誰でも、
誰でも言っていいって言い方が悪いな、ちょっとそういうのあんま考えてなかったんで、あんま気にしなかったんですけど、見てったらほんま、ダイエット前を自分可愛いって言ってるじゃないですか。ってことは、好みであるんだな、そういうのが、いうことを判明した。そう考えた場合、悪くないじゃないですか、俺に、僕にその昔は可愛いって言ってる人たちって。ただその自分の率直な意見なんだなって。うん。で、そのタイプなんだなって思った時に、俺本当に今まで悪いことしたなと思ったんですよ。本当。ごめんなさい。それはまだです。もうその自分の考えが。ちょっとこの中で、俺の半年を全否定されて、ちょっと、あーって感じで、気持ちあーって、ちょっとあったんですね。で、それをね、改められました。やっぱ人にはそのタイプがあるんだなっていうのが。うん、だから、ひなチャンネルさんも、どうせひなちゃんねるさんのそのちょっと太ってた頃って見てもどうせ可愛いだろうって思ってパッて見たんですね。本当に可愛いって。むしろそっちの方が可愛く見えるんです。見えちゃうんですよ。僕はね。うん、これね。やっぱこのタイプなんでしょうね。普通の人から見たら右がいいっていうのかもしれないですよ。うん。まあ僕は普通に左が可愛いと思っちゃったんですよ。この人とか本当前の方が可愛く見えるんだけどな。見えません？あ、いいか、見せてた。もう言うの見れば、これもう、相手から気づくことになるかもしれないから、もう言うの見ます。痩せた方が可愛いです。可愛く見えますっていうことにしておきます。もう、相手の努力を、こうやって軽々しく可愛いって言っちゃったら、それを全否定する形になってしまうんで、それは僕が受けてきたらダメじゃないですか。人は受けないと分からないですから。それと同じことしてると考えたら悪いことにしちゃうんですけど、率直な意見で自分がそういう気持ちになってしまったなって話なんですよね。申し訳ない。申し訳ない。気持ちに、その僕もちょっとあんまりよく思ってなかったけど、今思えばポジティブに、あっちの方もあっちの方で可愛いって言ってくれる人もいたんだなっていうプラスチックな気持ちでやっていこうかなっていう気持ちになりました。だからもうダイエットしても日々反省ですね。本当反省ばかりです。嬉しいです。今思えば昔の僕を可愛いって言ってくれてる人って考えたらめちゃめちゃいい人じゃないですか。考えたらありがとうございます。嬉しいです。そうだな。相当いい人たちだ。今思えば。言ってくれてる人たち、昔の人、俺を可愛いって言ってくれて、昔の俺を認めてくれてるって考えたらめちゃめちゃいい人じゃないですか、よく考えたら。俺ダメだわ。あかんな。人として、ダメなことしました、本当に。よし。明日から気合い入れてまた痩せていきます。そして、可愛いと言われる存在から程遠い存在になろうと頑張っていきます。それは違うな。まあいや。うん、だから、明日からまた頑張って、ダイエットを続けていきます。目標は69キロです。頑張っていきます。じゃあ、今日は本当、皆さん申し訳ございませんでした。頑張っていきます。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、またね。バイバーイ。